すぐに試せるキッチン簡単ライフハック。私ディアナ、今日はアメリカの主婦ならみんな使っている食べ物の切り分け方、いろいろ教えちゃうわよ。フルーツがつるんと剥けるライフハック。それじゃあみんなにキウイの気持ちいい剥き方教えちゃうわね。まずはキウイを半分に切るの。これをコップに這わせるようにすると、ほら、綺麗に剥けたでしょ。次はマンゴーよ。あー、気持ちいい。他にもいろんなフルーツに応用できるわ。簡単でしょ。カップアイスを手を汚さずに切り分けるライフハック。一つしかないカップアイスをみんなで分けるのって大変よね。スプーンで分けても配分がとっても難しいわ。手も汚れなくて等分に切り分ける方法を教えるわよ。まずはカップアイスの蓋を取って横にするのよ。あとは包丁で輪切りにしていくだけ。4人なら4等分、5人なら5等分すればいいわ。これで完成よ。スライスアイスをクラッカーにのせて周りを外せばアイスサンドになっちゃうわ。明日から真似してくれてもいいわよ。